賃金1500円上げろ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 最低賃金今すぐ上げろ上げろ最低賃金今すぐ上げろ最低賃金今すぐ上げろ最低賃金1500円上げろ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 最低賃金今すぐ上げろ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 最低賃金1500円上げろ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 最低賃金今すぐ上げろ最低賃金今すぐ上げろ最低賃金1500円上げろ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 保育士介護士給料上げろ
上げろ。生活苦しいやつ声上げろ。生活苦しいやつ声上げろ。保育介護給料上げろ。
げろ上げろ上げろ貧困叩きを絶対許すな貧困知らない政治家いらない貧困知らない政治家いらない憲法25条を守れ憲法25条を守れ政治使って貧困なくせ税金使って貧困だって中小企業に税金回せ皆さん今とても忙しい時期だと思います。年末は嫌だっていう方も多いかもしれません。私も先日までやっていた派遣の仕事先は毎日残業しないと仕事が終わらない。みんな日に日に体調を崩して派遣先の社員の人たちはどんなに体を壊しても休めないという状況でした。私販売職の時も大晦日もお正月も大きい会社は書き入れ時でみんな冬休みなどありませんでした。でも皆さん子供の頃を思い出したら12月ってとても楽しい時じゃなかったですか。冬休みがあってクリスマスがあってお正月を待っているサンタさんのプレゼントを楽しみにしていたり私は12月が一番好きでした。冬休み、誕生日が来て家族みんなでクリスマスツリーの飾り付けをしてみんなで一緒に食事をしてケーキを食べる。とても12月は大好きな 時でした。大人になって家を離れてもいつか家族が増えてこういう楽しい時がまたできるんだろうと思っていました。ずっとそう思って大人になりました。でもいつからかみんな家族を揃うことがなくなり私も学校からストレートに就職という道を外れて家を出てそれからとにかくアルバイトをしてアルバイトでも夢を持って働けば上を目指していけばいつか良くなるそういう風に聞いて頑張ってアルバイトを続けてきました。それでもやっぱりちゃんと就職そういうレールに乗って働いていた人たちとは全然違いました。いつまでたってもアルバイト派遣社員でいつの間にか自分の夢よりも行きたいことや家族よりもとにかく生活のこと自分の目の前の生活を維持することそれだけに精一杯になってきました。いつか家族ができるそう思ってそういう楽しいクリスマスを続けられると思っていた そういう夢もいつの間にかなくなりました。この中にもそういった将来を夢見ながらなかなかその先に行けない人
たちも私と同じような人もたくさんいると思います。日本中にたくさんいると思います。そういう人たちは私たち正規であっても非正規であってもアルバイトでも同じようにちゃんと働いて同じように生活をしていきたい、幸せな未来を見たいですよね。今まだ子供である子たちもきっとそういう将来を生きていきたいでしょう。そのためにこの今生きている働いている社会をより良くしていきたい。そうしてもっといい未来、みんな幸せに暮らせるような未来を目指していきたいです。そのためには最低賃金1500円以上は絶対必要です。アルバイトであっても派遣社員であっても正社員であっても絶対最低賃金1500円以上で幸せな生活を送りたい。私たちはそれを目指します。学生バイトの給料上げろ。
自分がそっちに行ってしまうかわからないという不安を抱えて働いています。小さい子供がいることを心の支えにして昼も夜もなくフラフラになって働く人がいます。細い細い心の糸がいつ切れてしまうか分かりません。最低賃金が1500円になったら、まあそれなりに真面目な人はオレオレ詐欺などの犯罪に手を染めずに生きていくことができます。この間相談に来た20代の運送会社に転職したばかりの人は、会社の車で渋谷のスクランブル交差点に突っ込んでやると言っていました。1日16時間働いても日当は7000円足らず。精神的にも肉体的にも追い詰められていて、なんとか悲惨な事故が起きるのを食い止めて、生活保護の申請を一緒にして病院に通えるようにするのが私たちにできる精一杯のことでした。最低賃金1500円は夢物語ではありません。働く人の権利を守れというのは贅沢ではありません。特に若い世代がまともに働いて生きていくための切実な現実的な要求です。そして私たちが暮らして生きているこの社会を真っ当に存続するために絶対に絶対に必要な条件です。私たちが働く条件を良くするということは、働く場で身を守るということは、奪われたものを取り戻すということは、法律や制度を変えるだけではなく、会社に直接掛け合うことで実力行使をすることでも実現できます。労働組合は本当はそのためにあります。引っ越し会社大手のアリサンマークの引っ越し者では、仕事中の荷物の破損や車両事故の弁償金を社員の給料から天引きをしたり、何十万円何百万円もの借金を背負わせて本人に弁償させていました。今まではみんな仕方がないと思って諦めて我慢していました。しかし週刊誌の記事を見て、一人の営業マンがプレカリアートユニオンに相談に来ました。そして今会社に弁償金の請求をしている元社員は40人くらいいますが、多くの人が退職をしてからでないと行動ができないところ、彼は自分は何も間違ったことはしていない、辞める必要はない、働き続けたままこの会社を変えますと言って会社に団体交渉を申し入れました。会社は間もなく無制限だった本人の自己負担を上限3割にするということまでは認めました。そして労働組合に加入してほしくないから、直接弁償金を取り上げている人に声をかけて、組合に入らないことを条件にというのは違法行為ではありますが、自主的にどんどんお金を返さざるを得ないことになっています。勇気を持って立ち上がった彼は、今会社の嫌がらせによって優秀な営業マンだったのに、一日中シュレッダーをかけさせられるシュレッダー業務へと追いやられています。でも戦えば必ず勝てるから、そして組合員だけじゃない多くの方が応援してくれているから、毎日シュレッダーをかけながら平気で会社に毎日通って、会社が変わるように戦い続けています。ブラック企業を今の形で温存させてしまうことは、その会社で働く人だけでなく、この社会で暮らす
私たちみんなにとって社会に公害を垂れ流すようなそんな悪影響を与えてしまいます。アリサンマークの引っ越し者で働く組合員の彼は自分が戦う姿を SNS や YouTube で皆さんに見てもらいながらボイコットキャンペーンなどで皆さんに応援していただけるように一緒に戦っていただけるように今週も来週も会社に戦いを挑み続けます。私たちはうさばらしをしたいのではなく会社を潰したいのでもなく会社を変えたいんです。会社を変えるために働く仲間の戦う力を強めてあと少しの勇気と想像力を持ってもらえるようにしたいんです。個人でやったら逮捕されたり損害賠償の請求をされるようなことでも労働組合には権利として認められていることがたくさんあります。例えばストライキ、電車やバスの労働組合の人が給料を上げろと要求して会社が要求を飲まないからといってストライキをしたら電車やバスが本当に止まります。会社に何億円の損害が出ようが組合や会社に組合や組合に損害賠償を請求してはいけないということがわざわざ法律で決まっています。ボイコットキャンペーンだって会社の前で宣伝カーで抗議行動することだって個人がやったら逮捕されたり損害賠償を請求されたりします。でも労働組合はやっていいんです。もっとやればいいと思います。職場で辛い思いをしている皆さん、職場の労働組合が相手にしてくれなかったら私たちのような一人でも誰でも入れる労働組合がたくさんあります。私たちは皆さんに成り代わって代行して問題を解決するということはしません。皆さんが手にしている道具を権利をその使い方を皆さんの武器の使い方を説明をして戦い方を一緒に考えて作戦を立てて一緒になって問題を解決していきます。私たちの目的は皆さんが戦う力をつけられるようにすることです。職場で身を守って問題解決できるようにすること、そしてその仲間と出会う場を作るということです。自分のことだけしか考えられないと弱いです。仲間がいるというふうに考えられると強くなれます。勝手に給料から引かれた弁償金を制服代をまともに払われなかった残業代を払わせることができます。パワハラやセクハラの責任を取らせて不当にクビにされたら撤回させて安心して働くことができます。残業代を払わせたらたくさんの現金を手にすることだってできます。宝くじ売り場やパチンコに行列するんじゃなくて自分の手で仲間と力を合わせて奪われた現金を取り戻しましょう。そして周辺の大人の皆さん、特に会社に立派な労働組合がある大人の皆さん、若い世代にどうか働く条件は駆け引きによって変えられるということ、戦えば勝ち取れるということをどうか見せてあげてください。労働組合の皆さん、ストライキをしてください。労働組合が若い世代にとっても勇気と希望になれるように社会の基盤である雇用を一緒に守って戦ってください。最低賃金を1500円にしましょう。どうかよろしくお願いします。
の給料、派遣社員の給料上げろ、派遣社員の給料派遣社員の給料上げろ、派遣社員の給料保育士介護士給料上げろ、保育士介護士給料上げろ、女性の給料今すぐ上げろ、女性の給料今すぐ上げろ、女性の給料今すぐ上げろ、増えない賃金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 今すぐ、生活苦しいやつ声上げろ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 、苦しいやつ声上げろ、生活苦しいやつ声上げろ、生活苦しいやつ声上げろ、貧困叩きは今すぐやめろ、貧困叩き今すぐやめろ、貧困叩きは今すぐやめろ、貧困叩き今すぐやめろ、貧困知らない政治家いらない、Thank you.
Thank you.
最低賃金1500円上げろ上げろ上げろ最低賃金1500円上げろ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 最低賃金1500円上げろ上げろ上げろいつでもどこでも1500円上げろ上げろいつでもどこでも最低賃金1500円上げろ。はじめまして、都内で介護職をしている、カノといいます。今、私は、介護職でもう、6、7年、働いてまして、で、その中で、今は管理職のようなこともやりながら仕事をしているんですけれども、本当に今、介護の現場は、本当に人手不足が、深刻な状況です。全然人が入ってきません。1年ぐらいずっと募集をかけていても、決まったかと思えばすぐに、その話が流れ、という形で全然、人が入ってこないっていう状態が続いています。で、本当に今介護の業界で、入ってきている若い、職員さんたちは本当にご利用者さんたちに対しての、尊厳であったりだとかそういったことをすごく意識しながら、プロ意識とあと専門性もすごく高い方が多いです。真面目に働かれている方がとても多いと私自身感じています。そういう中で、この介護もしくは、福祉の業界と言ってしまっていいと思うんですけれども、やっぱり待遇給与の面で非常に他の全産業に比べて約10万円ほど平均的に賃金が低いというようなことも言われています。そういう状況でやはり人が集まりにくい状況というのが、あるのではないかなというふうに思っています。先ほど言いましたように、若い介護士さんたち本当に真面目に働いています。介護の仕事ってやっぱり対人の感情労働なので、人と人との関わりっていう中でどうしても仕事と分かっていてもストレスを感じてしまう部分って出てきてしまいます。そういう時に本当に真面目に働いている若い職員さんがその中でストレスを抱えて本当は言いたくもないことを言ってしまうような場面、そういった場面も実際にあります。私は、同じ職場で働いていて、そういう若い
真面目に本当に働いている職員さんたちがそういう状態になってしまうっていうのを見ていてとても辛い思いがしています。つい先日、ケア倫理学っていうののなんかあの話でちょっとあのまあ私本を読んだわけではないんですけれども あるところで文章を読みまして、そこでまああの栗原明さんという方が書かれていたことですごく印象に残っている言葉があります。人間の優しさというのは、人間間の、あの虚無を見据えた上でそれをどうやって乗り越えていくかとそれが、人間の優しさなんだということを、栗原さんはそのケア倫理学の本の中で書かれていましたというのを、まあ、読んだだけなんですあの外で読んだだけなんですけれども、それを読んですごくあのいい言葉だなと思いました。やっぱりあの介護の仕事とかあと、まあ、あの福祉の仕事保育士さんもそうですけれどもやっぱり人と人とが関わって人と人を支えてそれが、社会の支えになって基礎になって世の中っていうのは成り立っていると思います。そういう仕事が、全産業に比べて、まあ、給料が、約10万円ほど低いっていう状態がどういうことなのかっていうことを、やっぱり改めて考えてみるとちょっとバランスがおかしいんじゃないかなっていうふうに思います。あのまあいろんな仕事がある中でどの仕事もあの規制はないと思いますし本当にその中でこうみんなこうそれぞれの仕事の中で本当にあの頑張って働いてただそれに見合ったやっぱり給料が得られないということになってくる待遇がやっぱり低すぎるとかそういったことになってくるとやっぱりそこにやりがいというものを見出せなくなってくるこれは当たり前のことなんじゃないかなというふうに思います。そういう中であの特に、まあ、私は今介護職の仕事をしているので介護士だったりあるいはまあその保育士さんだったりっていうのの本当に待遇が低いというような、ニュースだったり記事を読んだりするたびに本当に胸が痛い思いがします。こういう状況の中でその先ほども言ったようなストレスの多い対人の感情労働っていうところで働いているなんとかその中でプロ意識っていうものを持って専門性を持ってやっていこうとしていってもやっぱり働いている方も人間なんだっていうことその中でストレスを抱えてしまって自分が本来やりたかった仕事本来こうやって人のことを支えていきたいとかこうやって世の中に役に立っていきたいとかそういうふうに思っている気持ちをくじかれてしまうっていうのはやっぱりとても残念なことですし世の中のやっぱりバランスとしておかしいんじゃないかなというふうに思います。で、今日このデモは、まあ最低賃金1500円、上げろということで、デモですけれども本当にあの今私が話したのは全部、まあ、介護士の仕事のことだったりしますけれどもどんな仕事でもやっぱりそれは同じだと思います。やっぱり自分の持ってる仕事にやりがいを感じたい誇りを感じたいそれがやっぱり自分の生活の張りだったりだとか明日もどうやって生きていこうとかそういった中で自分でこう生きがいであったりだとかやりがいっていうのを見つけて生きていけるそういう基本的なところっていうのがやっぱりこの仕事の対しての報酬であったり評価であったりっていうところにあると思います。そういったところでやっぱり今までの世の中っていうのは結構みんな黙り込んでしまうことが多かったように思ってます。こんな安い給料だけど低い待遇だけど我慢して生活のためにやっていかなきゃいけないそういうふうに思って、来てきた皆さんが、やっぱり多いと思います。ね、自分自身もやっぱりそうです。今でも思ってます。でもやっぱりそこの中で続けていかなきゃいけない。で、そうしていくためにはやっぱり職場を、辞めないようにしなきゃいけない。そうしてくるとやっぱり文句が言えなくなってくるっていうのがあると思うんですよね。で、そういうのが今までは文句を言わずにそれでまあ
職場のまあ約束事だったりだとか、まあ、どんな待遇であっても、まあ、我慢して、まあ、歯食いしばってそれで何とかギリギリでやっていければいいとかそれが当たり前だったかもしれないですけれどもやっぱりそういうところからちょっと一歩踏み出してそれこそさっきお話ありましたけれどあの労働組合の方の話もありましたけどこう同じ労働者っていう立場で皆さんが力を合わせて声を上げられる場面っていうのはこういったデモだったりだとか、まあ、いろんな場面があると思うのでもっとそういうことがカジュアルにできるようになるのが一番いいんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、最後の仕事の話に戻りますけれどもやっぱり先ほども言いましたように介護職というのはやっぱり人を支えていく仕事であって、その中でやっぱりその人間関係にある仕事であったりだとかというところを見据えて乗り越えて、どういう形でいくのかどういうふうに私たちみんなで開発していくかということを考えながらやっていくような仕事だと思っています。それで、日本はやっぱり2030年にはすいませんありがとうございますごめんなさい超高齢化社会の最低賃金1500円もそうですけれども、介護士だったり福祉の、保育士だったり福祉の仕事だったり、まあ、他の仕事もそうですがそういう専門職の、仕事っていうのもちゃんと評価できるような世の中になっていけばいいと思います。ありがとうございます。給料上げろ。
ろ、ケアワーカーの給料上げろ、ケアワーカーの給料上げろ、保育士介護士席上げろ、介護士給料上げろ、保育士介護士給料上げろ、保育士介護士給料上げろ、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 最低賃金1500円上げろ、上げろ、上げろ、上げろ、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 学生バイトの給料上げろ、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 女性の給料今すぐ上げろ、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 Thank you.
ってまして、カンパー袋を持っているスタッフがいますので、ぜひカンパーの方をよろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。長い間お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、でも多少お金かかってます。お金がない状況です。ぜひカンパーをスタッフがカンパ袋を持って立ってますので、ぜひカンパーをよろしくお願いします。皆さん今日はお疲れ様でした。長い間そのまま公園の中に入って流れ込んだとなりますので、よろしくお願いします。また、でも多少のお金がかかってますので、ぜひ、カンパーを多少でもしていただけるとありがたいです。ありがとうございます。公園の中に入っていただいて、流れ解散で終わりになります。プラカールさんとは一定の方の、撮影とか物が置いてるところに、置いていってもらえるとありがたいです。はい。はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様です。このまま公園に入って流れ解散となります。999巻を自由に飛ばせろ。ありがとうございました。このニュアランスで多少のカッパーと多少のカッパーになっています。ただ一緒にこのカードを使っています。カッパーの袋を持っているスタッフがおりますので、ぜひお願いします。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。このまま公園の中に入って流れ解散となります。プラカードなど、持っていただいた方は右手の方の柵に立てかけていただけると、ありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。このまま、公園に入っていただいて流れ解散となります。今は、長い間、一緒に歩いていただきありがとうございます。カンパを、袋を持っているスタッフがいますので、ぜひ、少しでもいいのでお願いします。デモをやるのに多少のお金がかかってますので、ぜひカンパ支援していただけるとありがたいです。カンパ袋を持っているスタッフが回ってますので、ぜひお願いします。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。長い間、お疲れ様でした。このまま流れ